お体に触ります。どうぞ。 ごちそうさまでした。あら、ゆうちゃん、もう行くの？うん、帰りはいつ頃になりそう？ああ、まだタイムラグが出ちゃうんだよね。今日はケンちゃんは一緒に行かないの？うん、週明けに実力テストがあるらしいから進学校も大変。ママ寂しいわ。ユーリ、お前は大丈夫なのか？何がだよ、勝利。お兄ちゃんと呼べ。お前は確かに新魔国の魔王だが、 こちらではただの高校生だ。だからなんだよ。この間の世界史のテスト赤点だったろ。<笑>国民のためにも少しは真面目に勉強しろ。バカな王に統治されるほど不幸なものはないぞ。なんならこれがみっちりと教え、あ、俺今急いでるから後で。話はまだ終わってないぞ。待て、ユーリ、ユーリ、ユーちゃん。 勝利ってば、おふくろなんかよりよっぽど口うるさいんだから。勝利は陛下を心配しているんですよ。そうかな。いくつになっても弟というものは可愛いもんなんです。たとえ80歳を超えちゃってる弟でも。ええ、もちろん。ほら、しっかりしろ、ウォルフラム。 僕だって好きで酔ってるわけじゃん。<笑>お、え、こちらでしたか陛下。お待ちください陛下。旅の間も勉強はきちんとしていただかなくては。魔王たるもの、学ぶべきことはまだまだたくさんあるのですから。そのお言葉どこかで聞いたような。は？ああ、見えた。 陛下、ごまかそうと。コナンド、あれ。はい、カロリアの大地です。フリーザー、ボルフラム、フリーさんだ。ベーカーも一緒だよ、フリーザー。あのな、ユーリ、お前は卑しくも新魔法のみんな。 うん、よかった。すっかり復興したみたいで。ここまで来られたのもあなたと新魔国のおかげです。カロリアの民を代表してお礼を言います。ありがとう、ユーリ。いや、カロリアのみんなが頑張ったからだよ。それでね、カロリアからのお礼として用意したものがあるの。え？温泉宿に招待か。何でも知る人ぞ知る秘境の温泉とか。ふん、温泉なら新魔国にもあるだろうが。分かってないな。温泉には知らない人たちとの魂の交流とかいろいろな発見がある。陛下と裸のお付き合い。陛下、陛下、うわー、牛たちが、こっちを向くな。 全速で突っ走れ。
のことも少しは考えろ。一体何だったの？わかりません。かなりの使い手のようでしたが。まさか、ユーリを狙った暗殺者では？それはないな。なぜだ？あまりにもあっさりと引き上げすぎる。本当に陛下を狙っているのなら、もっと我々に近づいてから襲ってもよかったはず。山賊の類か。山賊？物騒だな。フリンさんに報告しておいた方がいい。白鳩便を送っておきましょう。さ、とにかく宿へ入りましょう。陛下と、陛下と花がな、はっきはい。ギュンターがこうなるのはいつものことだけど。陛下と気持ち悪い。なんでボルフランまで？まさか馬車にも酔った？原因はこれですね。温泉です。え？ここの温泉には宝石が使われてるらしいですね。癒しの効果があるとか。宝石の岩風呂か。そりゃ魔族にはきついわ。ギュンターもボルフラムも魔力が強い分、宝力に当てられますからね。かわいそうに。じゃあ代わりに。Your body.